ハートマンはカナダ・オンタリオ州生まれの俳優、声優、コメディアン、脚本家。コメディアンで俳優として知られていたハートマンは1948年にカナダのオンタリオ州に生まれる。1957年に一家はアメリカ合衆国へ移住しカリフォルニア州ロサンゼルスの高校を経てカリフォルニア州立大学のオスリり事校を卒業。 1990年代にはアメリカの市民権も獲得している。持ち前のユーモアを生かしてコメディアンを志し始めたハートマンはカリフォルニアを拠点に活動するコメディ集団のザ・グラウンド・リングスに参加する。そこで同じくコメディアンとして活動していたポール・ルーベンスと出会い、ルーベンスの18番でもあるキャラクター、ピーウィ。 ハーマンのエピソードの脚本を共同で執筆。その後、ルーベンスが POE 役で主演し、映画監督のティム・バートンが長編映画デビューを果たした POE の大冒険においても脚本の一人としてクレジットされている。同作品は大ヒットを記録し、バートンがその後飛躍する一つのきっかけともなった。 1986年からは NBC 局が制作した人気テレビ番組サタデーナイトライブにレギュラーとして出演。ロナルド・レーガン大統領やジャック・ニコルソンなどのモノマネで一躍その名が知られる。また、ポール・ルーベンスの人気番組 POE のプレイハウスでは POE の親友であるキャプテン・カールを演じ人気を博した。1990年代に入ると 声優として、フォックスのアニメシリーズ、ザ・シンプソンズで、声のゲスト出演として、多数のエピソードに出演。その後も、映画、テレビなど様々なフィールドでその才能を発揮した。宮崎駿監督の日本映画作品、魔女の宅急便が米国で公開された際には、黒猫、ジジの声も担当している。1996年に制作された、ファミリー映画。 ジングルオールザウェイでは、アーノルド・シュワルツェネッガー演じる、主人公の隣人を、嫌みったらしく演じて、笑いを誘った。1998年5月28日、ロサンゼルスにある寝室で、ベッドに横たわり、数発もの銃撃を受けた、射殺隊で発見される。同じ寝室内で妻で女優だった、ブリンハートマンが自ら、頭を銃で撃ち抜いた形で発見され、 警察当局は、ハートマンはブリンによって射殺されたと発表した。49歳だった。ありがとうございます。